P108 バイト P108 は、ピアジョ社が開発した、イタリア空軍向けの爆撃機である。イタリア版 B-17 とも言える機体で、第二次世界大戦時のイタリアで実用化された、唯一の4発機であったが、少数しか生産されずほとんど戦火を残すことができなかった。1943年に取られた本機。P108 は1937年からピアジョ社で、 開発が開始された。この機体の主任設計者のジョ序盤に頭ぎぎ医氏は前年までアメリカで設計を学んでいたため、開発中の機体の各所にアメリカでの経験が生かされることとなった。試作機は九百三十九年十一月に初飛行した。全金属製の機体二千三百五十 h p のエンジンを四発装備した爆撃機で三トンを超える爆弾を搭載することが できた防御武装は8丁の機関銃だったが、そのうち4丁は2丁ずつ外側のエンジンナセル状に装備し、胴体上面の照準ドームからリモートコントロールしていた。さらに1 2 7ト、mm、ル機銃を機種と反引き込み式の腹部銃座につけ、また、胴体側面に残り2丁の機銃と、イタリアの標準では最も重武装の機体であった。 初飛行の結果は満足のいくもので、イタリア軍では量産を決定したが、生産の遅れによる部隊配備の遅延と上院の訓練に時間がかかったことから実戦に登場したのは1942年6月からになってしまった。その後、イタリア降伏までに20機長が生産されたが、数回の爆撃任務と海上紹介任務を行ったにとどまった。イタリア降伏後は、 本機のほとんどは、サロ共和国政府やドイツ軍の手に渡り、主に大型輸送機として用いられた。ベニートムッソリーニのサン・ランブルーノは、有望な空軍士官として、名声を集めて、23歳の時に、P、P108 のテストパイロットに選抜されたが試験操縦中に、事故死した。本機の三面図。ピアチョ P12RC35 エンジン、性能証言形式。 空冷星型18気筒化9機、1段1速、全長 1700mm 直径 1410mm、重量 851kg 馬力 1479hp、0m1331hp、3500m。ありがとうございます。